こんな朝早くからすいません、本当にありがとうございます。一応皆さんに甘えてなんか10年やってしまいましたが、どうぞこれからもよろしくお願いいたしますということで、今日はいい写真を撮っていただきたいと思います。よろしくお願いします。岡本図の岡本翔と、ドラムの岡本玲二です。はい、めちゃめちゃ優しい。そうですね、優しいし面白いし。あ、でも意外とレコーディング一緒にやったことないから、うん、それ思ったんだよね。やってみたいですね、一緒に曲を書いて。大体のことはやったけど、対バンしたり、そうそうそう、バックバンドやったり、バックバンドもやって、だからプライベートでも遊んだりしたことあるけど、曲を一緒に撮ったり書いたりできたらいいなって。そう、俺たちのあれなんですよ、最初のインディーズの頃のレーベルの先輩で、だから付き合いは本当に11年ぐらいになるんですね。そうそうそう、長い付き合いで、はい、多分ほぼ唯一のなんかそういう先輩みたいな、先輩ですね、うん、だからこれからも一緒に何かやりたいです。よろしくお願いします。お願いします。ビートサトシと申します。俺にとっての島さんは結構人生を変えてくれたような恩人ですね、はい、無名だったドラマーとしてこう起用してくれて感謝してます。まあ、島さんと、ま、平凡ってアルバムでツアー一緒に回ったんですけど、まあ、もう一回ツアー回りたいなっていうのと、まあ、なんかレコーディングも自分好きなんで、まあ、いっぱいレコーディングしたいなと。あと志麻さんの歌と俺のドラムだけとかの曲もなんか一曲やってみたいなと。ぜひやりましょう。トランペットの菅野敦史です。礼儀正しくて、まあ、思いやりがあって、結構僕が呼ばれた時だけなのか、まあ、みんなもそう言ってるけど無茶ぶり多いですけどね。もう自分の考えすごいはっきりあるんで、それをこうきちんと伝えられる人、うん、仕事はしやすいですね。まあ、僕自身が普段ジャズの現場しかやってないので、まあ、誘ってもらってこうやることがみんなこう新鮮っていうか、答えになってないんですけどね、今後もう期待してますっていうか。上野浩二です。もう前のバンドの時からね、いろいろこう絡ましてもらってるんですけども、いい曲作るなとずっと思ってます。好きです。そうね、ライブは何回かご一緒させてもらったんで、まあ、今度レコード一緒に作ってみたいなっていうのはあります。よろしくお願いします。山中です。春尾です。まあ一時期一緒にバンドをやってたんですが、まあすごい優しくて、であとなんかまあ度胸があるというか、まあ筋がすごい通ってる人なので、結構こう、まあ、バンドの中でも道を大きい意味で示してくれるような感じの人ですね。はい、こういう感じで音楽的な関わりももちろんやりたいんですけど、そうですね、まあ普通に友達なんで飲み行ったりできたらいいなっていう感じです。はい、作編曲家長谷川智樹です。最初にうちに、打ち合わせに来ていただいた時にですね、白いシャツを着てこられて、今日は生徒のつもりで来ました。それから今も僕のことは長谷川智樹先生なんですね。先生なんです、まあ、そういうことをずっと言ってくれる
まあ真面目な方ですね。志麻さんと2人で写真展をやりたいなって密かに思ってます。僕も志麻さんもカメラが好きなんです、はい、共通の趣味いつか写真展2人でやりたいなと思ってます。あのだからコンサートのその、あのなんていうかロビーとかでですね、そう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 、そういうことやれたらいいなと、いろいろこう活動が広がっていく、いける人だという、まあ、そんなことを思ったりしてます。ソウルフラーエニオンの奥の深夜です。志麻君とも結構長くて、彼がまあ小学生時代からな、なんでやねん。まああのマリーズの時から一緒に手伝わせてもらって、まあ一緒に音楽作ったりとか、まあ彼のまあ言えば僕は歌の大ファンです。多分すごいあの僕のことを大好きなんだと思うんですよね。でまあ僕もそういう志麻君が大好きやし、まあ、彼がまあすごくあのやっぱ音楽が大好きで、もう自分のだから音楽欲っていうかそういうのがすごくある人で、それをなんかすごくいい意味でポップに実現させてしまう人やなっていうのがすごい、僕から見たらなかなかいないセンスを持ってる人やなってすごく思います。音楽っていう枠に閉じ込まらず、なんか志麻良平っていうものがなんかこうパッケージされた、なんかまあなんだろう、僕は音楽に関われたらいいなと思うんですけど、そういうなんかビートルズのアビーロードの B 面みたいな、なんかあれの音楽以外も、ま、交わったような、彼がすごい好きなコレクションが全部集まったような、そういう風ななんか、まあ、舞台でもいいんですけど作品を一緒に作れたらなと思います。ドレスコーズでライブの時に、サックス、ギター、鍵盤など担当してます。福島健一、健と呼ばれてます。無理やり自分流に表現するなら、なんでしょうね、アンチヒーローの形をしたボトルをポップのエキスでひたひたに満たしたような人ですか。こんな感じかな。前の前のツアー、プレイツアーっていう時にロックミュージカルみたいな、ロックオペラみたいな、志麻君の過去の曲をつないだやつみたいなのがあったんですけど、それがとても面白かったので、それのブラッシュアップ、パワーアップ版を、そうですね、東京で箱を借り切って、なった1週間ぐらい毎日公演とかやってみたいですね。あの人にしかできない世界だと思うんですよね。あの人の演者としての姿と、あの人の構成力、主役としてのあの人を後ろから演奏者として見て盛り立てて、あと俺その時志麻君を撃ち殺すっていう役を与えられたんですけど、それもちょっと面白かったし、自分のこのメイクもあそこから始まってるので、あれはちょっと自分の中で忘れられないしツアーでもあったので、あれのあそこに志麻君でしかできない可能性がもっと埋まってると思っているので、それをまた見てみたいなと思います。堀崎弘樹です。パーカッションとドラムで参加してます。志麻君はやっぱり興味があるものとかとことん掘り下げるのがすごく、一緒にいて話が尽きないっていうか、今日こんなことがあったとか、でこれについてもっとこう思うこう思うみたいなディスカッションできるのがめちゃくちゃ楽しくて、ですごい優しい人なイメージなんですけど、ステージ上がるともうバキッとスイッチ入って、それがほんとかっこいいなと思って僕は大好き。あの人の背中見ながらみんなの前でやるっていうのは大好きだし、これからもいっぱいいろんなところで一緒に旅できたりとか、なんかレコーディングもいろいろアイデア、普段音楽を聴きながらすごいいろいろ話してて、あの人形にするのめちゃめちゃ得意だから、一緒にいろんなものを作りたいなっては思いますね。はい、はい、いろいろあの、はい、体も正面じゃなくていいんで、はい、いろいろやってみましょう。はい、
ボーディーズです。イエーイ。島君、10周年おめでとうございます。ありがとうございます。我々と島君はもうデビュー前ですよね。インディーズの頃からもう一緒にこう刺激をし合ってきた仲だと思っております。まあ同志と言いますか。もう初めて会った時も本当に鮮明に覚えてますけども。まあ、お互い同じ対バンだったんですけども、お互いのリハをこう聞いてはいるんだけど認めねえぞみたいな表情で、あの絶対リハの方は見ないみたいな、相手のリハは見ないみたいなやり合いがありました。お互いね、若かったから、だから俺たちが一番だぞみたいな。ただ本番はやっぱりめちゃめちゃかっこよかったし、もう当時からデビュー前からもう島君はもう出来上がってたっていうか、あの時は毛皮のマリーズでしたけど もうすごいバンドだなって本当に感じました。まあ、ずっとこう転がり続ける人なんだろうなっていうふうには思っています。愛情がすごい深いというか、自分が愛したものを最後まで愛しきるみたいな、そういう強さがあるので、まあ、その愛しきるものの中に自分自身っていうのもあるのかなっていうふうに思うんですね。僕らもそうなんですけど、まあ、自分のことをしっかり深く愛してるから、まあ、自分でしっかり転がり続けることができるっていう、そんな強さを感じております。島君ってこうなんか人を巻き込む魅力があるというか、飲み行く時も別に約束してたんじゃなくて下北とかでばったり会って、おお何してんのって言われて、俺飲み行くんだよって言ったら、あじゃあ俺も行くわって言って勝手についてきたりして、でそこで初めて会った他のミュージシャン仲間とかも仲良くなって、だからドレスコードとかも結局、ね、いろんな人がバックでやってるじゃないですか。だからそういうのってやっぱ島君のこう人を引きつける魅力っていうか、まあ、そういうのすごい感じますね。でもあのステージ立った時もそうなんですけど、あのオーラがすごいなっていうのは、あの、まあ、普通にあのライブハウスとかで会った時も感じますけど、もうなんか島くんいるだけで世界がなんか島くんの世界がそこにあってみたいのはすごく感じてました、昔から。逆にどうですか？なんだろう、僕の中だとなんかすごい誠実な人です。なんか一見こうすごいいろんなことやったりするから、なんていうかこう頭柔らかくてもすごい、なんだろう、まあ、もちろんチャレンジャーだと思うんですけど、それを全部こうちゃんと形としてできてるのも音楽に対したり何事に対してもちゃんと誠実だからできてるんじゃないかなと僕は思います。もちろんライブを一緒にやるってことは今後もたくさんあると思いますけども、作品とかも一緒に作ったりするっていうのは、まあ、こう節目節目で、ね、こう40代で一緒にやっても面白いだろうし、50代で一緒にやっても面白いだろうし、80でね、80はきつい、まあ、でも最後もお互い原点に戻るじゃん、やっぱ80になると。いやきついよお前それで言ってもちょい年上だから俺らよりあるね、うん、あるし、なんか80になったら分かんないかもしれない、赤い木って漫画の鷲津みたいになって、分かんないけど、まあ、でもそうですね、こう節目節目でこう一緒になんか作品とか作っていけたらいいなと思ってますので、よろしくお願いします。エースが第一です。なんていうんでしょう、ステージではすごい表現者って言いますか、うん、面白い人ですね。やっぱりあの付き合いは、まあ、昨日のマリーズのセカンドアルバムの渋谷公会堂のライブからありますけれども、もう18年ですかね、8年ぐらい経ちますけど飽きないですね、飽きない人です。まあ何かこう彼が思いついたと、まあ、表現の一部になれればいいなっていうのはそう思ってまして、とてもライブをした後とかはあの楽しい、あの満足感がすごいありますので、なんか今後も彼の役に立つときはちょっとあれですけどね、何か力になれればなと、まあ、具体的にはごめんなさい、何もないですけど、あとはお酒をまた楽しく飲めればなと思ってます。有島コレスケです。関係いろいろやってます。ベースとかギターとかコーラスとかもやってます。意外と付き合いが古いんですけど、なんだろう、
学校違うけど塾一緒の年上の人みたいな、友達のお兄ちゃんみたいな感じです。そうです、2人でこう遊んだりはしないけど、こういるといる優しい面白いお兄ちゃんみたいな、そんな感じです。桃鉄とかしたいです。桃太郎電鉄です。なんかスポーツとかテニスとか100メートル走とかしてみたいですよね。 ガチンコで。堀口知恵です。ラーナーズのギターをやってます。島さんとは12月24日のドレスコーズに、参加させていただきました。すごいお兄ちゃん感があって、まあすごい話しやすい人だなって思ったのと、あと、デックレックの根本さんの紹介でつながりで紹介してもらったんですけど、なんか昔の恩を大事にする人だなと思ってます。クランプスみたいな感じがやりたいです。グレッチを使ってるんですけど、ポイズンアイビーにさせてください。中村圭作と言います。アルバムとかで鍵盤を弾かせていただいてて、まあ、本が多分すごい好きで、文学的な、人かなと思いますね。はい、またはパッと誘ったら、誘いわれたら行くみたいな感じができたらいいかなと思います、はい、栗本ひろ子です。毛皮のマリーズで、彼とは一緒にやってました。はい、ゆるキャラみたいな憎めないような感じですかね。一応同級生でして、高校の、はい、そうなんです。でも彼はほとんど学校にはあまり来られてない感じで、でも始まりはなんか彼が多分先に東京行くみたいな感じで一人で来て、その後になんとなく、私別に一緒にやってなかったんですけど、なんかたまたま東京行って、その共通の友達の家に居候っていうか、ちょっと泊まってたんですよね。でその時たまたまその電話をしてて、でなんかこう、私は私で地元でバンドみたいなのやってたんですけど、こうなんか彼の話を聞いてるとすごい楽しそうというか、これからやるぜみたいな感じだったんで、すごいいいねとか言ってて、じゃあ来ればみたいな感じで言われて分かった行くみたいな私はそういう感じでした、はい、なんかお芝居とか最近ね彼はやってるんで、まあ、私はやってないんですけど、なんかそういう時はどういう感じなのかなって思ったりしますはい、はい、こちらお願いします。はい、スクービードゥーベースの長池城です。島君とはまあ昔から付き合いは長いんですけども、ドレスコーズの作品となると、ここ2作ぐらいですね。平凡とジャズで、ベースを何曲か弾いてます。普段付き合ってる感じだとすごくチャーミングな感じだなというのはすごく思いますね。物腰柔らかというか、ただなんかこと音楽になると急に何でしょうね、こうまだまだ底知れない魅力があるというか、こうどこまであるこう広がりがあるんだろうっていうのはいつもこう作品を通してすごく感じるところではあります。まだあんまりこう一緒にライブをしたことがないので、まずはね、すごいライブを一緒にやって一緒に演奏したいなっていうのはすごく思いますね。あとライブもすごくなんか2人だったり3人だったり、なんかそういう少人数でこう
なんか同じお互いこう間合いを見ながら演奏するっていうか、なんかそういうあの演奏をちょっと一緒にできたら楽しいだろうなっていうのはすごく思います。越川です。島とは中学からの友達です。島はもう昔はなんかすっげえ誰のことも好きじゃなくて自分のことだけしか好きじゃないって思ってたんですけど、40手前にして意外とみんなのこと好きなんだなって最近思いました。じゃあ島さんが変わったとか自分が見る目が変わった、お互いに大人になったんかなっていう感じですかね。まあでもなんすかね、マイペースでなんか結構こうナイーブですっげえ嫌なところもすっげえあるんですけど、意外となんかこう情に熱いやつなんだなって、こう知り合って25年ぐらいになるんですけど、やっとなんかまあ一緒に飲むことも増えたんで、その一緒にバンドやってる時とか全然お酒飲んだりしなかったんですけど、なんか最近はそういうこと思うようになりましたね。はい、三浦浩志です。クチロロという、グループをやってます。ヒッピーズっていうミニアルバムを、まあ、プロデューサーとして入って弾いたり歌ったり、まあ、一緒に曲のアレンジ考えたりなどしていました。二人でうちでなんかプリプロっていうんですか、その制作をなんかいろいろアレンジどうこう考えてた時に、まあ何ですかね、昔こうライブでなんかフェスでライブしてた時に、その毛皮のマリーズかな、お客さんがどんどん前ちょっと暴動じゃないですけどステージへってこうどんどん寄ってきてことがあったんですよっつって、最終的にそのファンの人たちは前行く先はどこまで行くんだろうねっていう、多分楽屋まで行きたいんじゃないかっていう、おそらくで楽屋の先なんだろうって2人で話してて、多分島くんね出身が和歌山なんですけど、結局和歌山の島家の墓なんじゃないかなっていう、それちょっと2人でこう何ですかね、妄想というか何というか、そんなしょうもない話をしてたんですけど、なんかそういう何ですかね、アホな話とかをこう、真面目にじゃもないな、まあアホな話を一緒にできる人っていうのが割とね、世間の島良平のイメージとちょっと違うのかなと思ったり思わなかったり、はい、っていうエピソードを一つ提供させてください。で、今後島良平と一緒にやりたいこと、なんだろうな、でも結構久しぶりに今日会ったんで、そうですね、とりあえず飲みに行きたいかな久しぶりにって感じで、はい、じゃあ今度飲みましょうっていう感じで、三浦浩志でした。ありがとうございます。はい、東京スカパラダイスオーケストラです。ギターの加藤隆です。はい、ドラムの本英樹一です。ということで、島くんは、いやすごい撮影だったね。すごかったねなんかお盆が来たよね島くんは去年ね、僕ら一緒にレコーディングに誘ってもらって、そう、ジャズってニューアルバムのねレコーディングで4曲ぐらい一緒にやらせてもらってね、結構一緒に飲みに行ったりする機会はお互いに別々であったりとかして、そうだね、そうだそうだ、でなんかいつか一緒になんやりたいねっていう話をしてて、たら CD 作るタイミングで、ちょっとスカの曲があると、でそれ叩いてほしいっていうのと、まあ、僕ら結構スカだけじゃなくていろいろこう島くんと共通した音楽のブリティッシュロックだったりとか、すごい似た音楽ルーツがあったりするんで、じゃあそういうのもちょっとやってみたいなっていうところ。そうね、4曲ぐらい。いや島くんのその聴いてる音楽のバックグラウンドの幅がすっごい広いからね、なかなか最近そういうところにスポットを当てた音楽の作り方をする若いアーティストは、減ってきてると思うんで、僕らと結構ルーツが似たミュージシャンとなんか一緒に音楽作るの楽しいし大事にしたいですよね、まあ音楽バカずっと結構やっぱレコード聴いたりやっぱ音楽のことをずっとこう考えてるというか、
なんだろう、自分のパフォーマンスとか以上にすごく音楽制作したりとか、うん、あとレコード聴いたりとか、するのがなんか好きなんじゃないかなって僕はなんか勝手に思ってるんですけど、うんうんうん、最初怖い人だと思ってて、カリスマ性が ねものすごいからね。でもなんか一緒レコーディングしててこうなんか全体のムード、こう空気を掴んだり気を使ったりっていう、そういう部分のこうムードのキャッチするスピードがすごい速い人だなってのは感じましたね、うん、スカパラのと一緒に写真をね真ん中で撮ったのが実は和歌山で、島くんのお父さんが僕らスカパラのに囲まれて、うん、お父さんが真ん中でライブ終わった後にね乗ってたタクシーのね、ご本人じゃなくて偶然お父様のタクシーに乗って一緒に記念撮影したってで本人の島くんが俺より先にスカパラの真ん中に立ち上がって先にお父さんフィーチャリングするでいつかねスカパラともまた合流できる日が来たらね、うん、すごくいいなと思います。 OK です。Tower Records.